皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーです。今回ご紹介する商品はこちらになります。王道04になります。こちらの王道04は前回の王道03に引き続き特殊素材入りのラケットになります。この王道04はこの板の構成としては芯材から霧、カーボン、アヨウス、エンジニアードウッドという構成になっています。こちらのラケットは内側にカーボンが入っているタイプで弾みはこんな感じです。カーボンが入っているという感じの打球感はまあ残りつつ、でもあの王道03に比べるとだいぶソフトな打球感になっています。まあマイルドになっている感じですね。まあ、内側にカーボンが入っていることで、あの合板の良さと、まあ、特殊素材のカーボンの良さっていうのが、まあ、両方生きている感じです。カーボンらしさというのもかなり少なくなってて弾みが良くなっている王道04です。しかもこの、まあ、王道04っていうのは、まあ、内側にカーボンという素材は、まあ、正直言ってかなり珍しいタイプのラケットです。で、新製品で紹介したこの前の王道03はハイテンションラバーユーザー向けのラケットでしたが、この王道04はスピン系ハイテンションラバーから柔らかい粘着テンションラバーまでラバーの種類を選ばず幅広い選手層向けのラケットになりました。内側にカーボンを入れることによって打球感がだいぶマイルドになり、硬い粘着ラバー以外のラバーとならどんなラバーとでも非常に相性がいいっていうのがこの王道04の大きな武器です。まあ、スピン系テンションラバーを使っている方、柔らかい粘着テンションラバーを使っている方、大注目です。そして、このラケットの性能として、特殊素材で個性を描きたい方、必見です。今回のプレイ動画の使用用具は、王道04のフレアに、フォア面が柔らかい粘着テンションラバーの水性 2WRM 特注35度、そしてバック面が、どんなラケットにも万能なラザントを組み合わせてみました。ではプレイ動画をご覧ください。まずはフォア打ちです。この王道04は柔らかい粘着テンションラバー向けのラケットになりました。非常に相性の良い組み合わせです。フォア打ちをしているだけですけども、カーボンの良さと粘着ラバーっていううまくあの交わらない部類だと思うんですが、柔らかい粘着テンションラバーなら非常に相性の良い組み合わせとなりました。これをフォア打ちしているだけでも合板にはない球離れの良さっていうのが分かってもらえると思います。弾きのいい組み合わせです。そしてドライブです。ちゃんと個線を描きます。カーボンというと非常にまっすぐ飛ぶイメージがあるんですけど、そのカーボンの良さと合板の球持ちの良さ、それは両方混ざった感じです。合板だけにはないその球筋っていうことと威力があるということで、まあ、これから王道04はかなり期待できるラケットだと思います。柔らかい粘着テンションラバーには非常に向いた形です。ボールもちゃんとしっかり持っています。これは内側にカーボンが入っているからだいぶ打球感がマイルドになり持つ感覚があるという感じです。でも一発で決めるときはカーボンらしい直線的な威力のあるボールが出るっていう形です。粘着ラバーで合板を使ってて威力が出なくて苦しんでいる方、ぜひこの王道04を試してみてください。今度はバックです。バックも内側にカーボンが入っているということで、弾きの良さそして球持ちの良さ両方高いバランスで両立している形です。軽く当てているだけですけどかなり速い感じになっています。持つ感覚も強いのでストレートにさらっと流す感じのプレーも非常に向いている形です。今度はこの球筋を特に見てください。ゆっくりドライブをしているんですが、後ろからでも弱いタッチで飛ばすことができるというのが大きな特徴です。そしてこの当たった瞬間にボールがちょっと上に上がっています。カーボン系のラケットになるとこの持つ感覚、上に飛ぶ感覚というのは少なくなるのですが、王道04は内側にカーボン、そして板厚が 6.1 ミリという厚くない板厚ということで、こういう感じで打点を落としてもしっかり持てるというのがいいところです。これはわざと打点をすごく落としているんですけど、こういう下からグッとかけて
入れることができます。これは合板はよくできる組み合わせなんですけど、こういう王道04も5枚合板系のその球筋に負けない持つ感覚があります。そして今度は両ハンドの切り返しをやってみます。これは両方ともパワフルなボールで押していくことができます。5枚合板系ではなかなかできないような速い感覚の球筋です。速い卓球を目指したい方、そして粘着でやはり粘着テンションで限界を感じている方ですね、5枚5番なんでちょっと厳しいなと思っている方は、この内側のカーボン入りのラケットを使うことによって今の速い卓球っていうのを目指せるようになります。高校生の方や元から特殊素材を使っている粘着テンションラバーユーザー、粘着ラバーユーザーはぜひこのラケットと柔らかい粘着テンションを組み合わせてみてください。次は代表技術です。オードゼロ4の特徴はブレードが非常に小さいというところから、台上のボールをラケットの面を気にせず台に当たるっていうことを気にせずに思い切ってできるっていうのが特徴です。なので台上の攻撃は非常にやりやすい形です。面がちっこいのでラケットのためが大きくできるっていうことから思い切ってレシーブができます。こういう感じです。強烈なツッツキができます。2つ目はこれはフォア側に来たボールをバックでツッツキということも面が小さいためにやりやすいです。そしてフォア前のチキータ、そして速いためを強くしたチキータですね。こういうふうに台上攻撃が非常にやりやすいのが特徴です。そして今度は3球目のツッツキ打ちをやっています。これは粘着ラバーの良さのループドライブっていうのをやっています。これはやっぱりカーボンながら内側に入っているということで山なりにちゃんと飛んできます。粘着ラスがしっかり残ってます。そして特徴のいいところは3球目のツッツキ打ちでそのカーボンの良さを生かし一発ドライブの時にこれはぶつけて打っているんですが、カーボンの良さが生きすごくやりやすい威力のある球が出ています。持つ感覚もありながらカーボンの良さも両方ある感じなので、こういう感じでラケットの球離れの良さだけで持ってきちゃう感じです。3球目の一発打ちのやりやすさはもう非常にレベルの高いところかなと感じました。こういう感じで威力を重視したい方、カーボンの良さを粘着でも出したい方はぜひこのオード04を使ってみてください。非常に3球目の攻撃がスピーディーです。3球目に悩んでいる方はぜひ使ってみてください。相手に時間を与えてしまう方、上から叩かれてしまう方はぜひこのオード04の球離れの良さっていうのを使ってもらって速い3球目攻撃をやってください。今度は大きな上回転のラリーをしています。これもすごい球の伸びをしています。合板では出ない感じです。これ内側にカーボンが入っている球が出ています。ラリーはそういう意味で威力がだいぶ補えている形です。ラリー戦で威力が木材で出せなくて苦しんでいる方はぜひこのカーボン入りのラケットを試してみてください。やはりカーボンの球っていう感じです。すごい速さです。そしてここからはオールというのをやっています。やはり台上のドライブがやりやすいのでそこから台上のドライブをして回転量のオールドライブで後ろから盛り返せる、後ろからどんどん押していくってことができます。そしてレシーブのツッツキをがっつり切って一発のカーボンの良さを生かした3球5球目ドライブですね。そしてここのカウンタードライブですね。このカウンタードライブは今すごい打球音良かったんですけど、やっぱ特殊素材ということで逆に押されません。カーボンなので相手の球に負けにくいです。強い球に対してしっかり強い球で返ります。そして台上のツッツキですね。強く台上ができます。そして上から叩くっていう感じですね。台上プレーも地味ですけど非常に適している形です。そして後ろからで後ろからの両ハンドですね。このオード04のコンパクトブレードっていうところから台上がしやすいので思い切って台上のボールをかけれます。そしてそこからちょっと後ろに下がって両ハンド、これも特殊素材ということで後ろからでも威力が出しやすい形です。そこまで力をいらないという形ですね。
してフォア前のボールをチキータはすごいしやすいので、どんどんフォア前チキータというのを やってみてください。でこれもフォア前ですね。やはりラケットがすごい軽いっていうのがこの王道04の大きな特徴なので、どんどんフォア前のボールをチキータできちゃいます。実際この面の小ささからこれ台上の操作性っていうのが生まれてくるので、まあ、台上でどんどん覚えたい方、台上攻撃が難しいけど対応したい方、この王道04を使ってみてください。そしてこれは5球目ドライブ、速いです。非常に粘着ラバーのいやらしさっていうのはやっぱりループドライブにあると思うんで、こういういやらしいプレーもしっかり内側にカーボンということで持てます。そして上から叩くときは非常に速いカーボンの球が出るっていう感じです。強く当てたときはカーボン、そして柔らかいタッチのときは合板の良さが生きる王道04です。非常に柔らかい粘着テンションラバーと相性がいいです。こういう感じで王道04は柔らかい粘着テンション系のラバーに非常に相性の良いラケットです。そして合板で我慢していたバックハンドのその球っていうのも特殊素材を使うことで非常にスピード感っていうのを増した形です。とにかく全体的にスピードアップ、速い卓球、台上プレーの攻撃っていうのを、まあ、最新卓球を一通り考えた王道04ということになります。非常に考え抜かれたラケットです。オールラウンドに非常に高いレベルになっています。今流行りの卓球をやりたい、そして今流行りの卓球を粘着テンションラバーでやりたい方、ぜひやってみてください。最後はおまけです。こういう感じで反発力を生かした遊びプレイもできちゃいます。プレイ動画はどうでしたでしょうか。実際この王道04の特徴は大きく3つあります。1つ目の大きな特徴は特殊素材で個性を描くラケットです。この王道04は特殊素材入りのラケットの中でも今流行りの内側に特殊素材を入れるタイプのラケットです。ですがその内側に入るやつでカーボンが入っているというのは、まあ、珍しいタイプです。この内側にカーボンを入れることによって外側のカーボンタイプのラケットよりもだいぶ打球感がマイルドになり、カーボン独特の打球感というのはかなり半減される感じです。木材のみの合板とカーボンラケットの両方の良さを合わせ持ったラケットになります。今主流になりつつある柔らかい持つ特殊素材という最先端のラケットです。今回この王道04の開発コンセプトは特殊素材で個性を描くラケットということで、柔らかい持つ特殊素材でかなり個性を描くラケットになります。個性を描くということはつまりスピン系テンションラバーから硬い粘着系以外の粘着テンションラバーまで幅広く使いこなすことができます。特殊素材は硬くて持つ感覚が少なく難しいからって我慢して合板を使っていた方は、この内側カーボンの王道ゼロをぜひ試してもらいたいです。そして今までのカーボンラケットが球は速いけど球離れが速くて回転をかける前に飛んでってしまう、もしくは球が直線的に飛びネットにかけてしまう、そんな方にはこの王道04がぴったりになっています。特殊素材の速さ、そして合板の球持ちの良さ、個性の描きやすさなど両方を高いバランスで維持してあるラケットです。ラバーも難しいラバーを選ぶことなく、ラケットとの相性を考えることが結構大変、最近のラケットの組み合わせとしてはよく大事にされているところなんですけど、04は硬い粘着以外ならそこまでラバーの相性というのは気にしなくてもいいです。そういう意味でラケット選びに失敗しにくいラケットということで、王道ゼロはかなり大きいかなと思います。で、柔らかい粘着テンションラバーを使っている方で、まあワールドラバーのラバーだと、まあ、水性 2WM 特注の33度35度、そして太陽プロ月プロ系なら36度よりも下の高度、ブレイクプロスピードなら42度、アポロ系なら33度35度がおすすめです。合板だけでは出ないカーボンの威力と粘着の回転というのがうまく融合されています。そんな感じでスピン系ラバーから、まあ、スピン系テンションラバーから柔らかい粘着テンションラバーまで幅広く合わせやすいのがこの王道04の魅力であります。おすすめできる選手は威力を重視した特殊素材で
古線を描くのを探している方ならこの王道04がおすすめできます。柔らかめの粘着テンションラバーを使っている方なら王道04を使うことで合板にはない威力を出せるようになります。スピン系テンションラバーを使っている方ならこの王道04のハイディクさを感じることができます。とにかく特殊素材なのに個性を描くラケットで幅広いユーザーにおすすめです。特徴の2つ目は台上攻撃を意識したラケットです。この王道04のブレードサイズは縦が 152mm、横が 150mm というだいぶ思い切ったブレードです。一般的なブレードよりも縦の長さは 7mm も小さくなっています。なぜコンパクトブレードにしたかというと、ちゃんと理由があります。最近の卓球は台上の技術が著しく発達してきています。つまり台上で攻撃できる選手が強い選手という一つの形になっています。この台上攻撃、つまりチキータや攻撃的なフリックをするために、このブレードの大きさが一番やりやすいことが判明しました。縦を大きく斜め小さくすることで、台上でラケットが邪魔になることがなく、こうやってため、しっかりラケットをグッと入れることができるようになりました。実際普通のラケットは貯めるときにこの台をちょっと気にするので、ちょっとインパクトを小さくしたり気にしながらやるので、あのスイングがちょっと遅くなる、ちょっと考えながらやっちゃうので、ちょっと弱気になってしまうとか言って難しいところになるんですが、まあ、あのこの王道04のサイズはまあ台にぶつけることが少ないので、グッと今まで以上にラケットでしっかりためを作り、台上攻撃ができるようになります。そして空間もこの懐ですね、懐も大きくなったので、今まで以上に相手の球が深かったり浅かったり してもそこで微調整する空間が作りやすく、まあ、鋭く攻撃的な台上攻撃で先手が取れるようになっています。そして縦のサイズを小さくしただけではなく、横のサイズにもこだわりがあります。それは横のサイズは標準タイプの大きさになっています。なぜ縦と横のブレードサイズ両方とも同じ比率でコンパクトにしなかったというと、横のサイズが大きいほどチキータのサイドスピン系の強い回転の技術がかけやすいということが分かり、縦は短く横は標準サイズというこだわりのコンパクトブレードになっています。今この台上攻撃が必須の時代の中、台上攻撃を一番に考えたラケットというのが必要になってくるのではないでしょうか。私も実際台上攻撃を今一番力を入れているのですが、実際かなり難しく強い人限定だなって思ったりもしていたのですが、この王道04は台上攻撃がいち早くできるようになります。まさに台上攻撃ラケットっていうぐらい台上に特化した形です。ちなみに王道03は弾くスピード系の台上がいいということを紹介したのですが、この王道04は回転系のツッツキ、そしてストップ、チキータ系の打法に非常に長けている。台上攻撃でも特にその回転系に適した、まあ、あの内側にカーボンが入っているタイプなので、持つ感覚がしっかり残っているので、回転系のレシーブが非常にやりやすいというところが武器になります。おすすめできる選手は台上攻撃を取り入れたいが難しいと思っている方なら、この王道04のブレードによって台上攻撃を覚えれる上でストレスを感じなくなります。上のレベルに行きたい選手なら、このラケットを使うことで台上の能力が高くなるので、レシーブでレベルアップできます。今まで台上攻撃はトップ選手だけでしょって思っている方なら、ぜひこのラケットを使うことで台上攻撃という要素が新しくできます。特徴の3つ目は流行りの高性能ラバーのことを考えたラケットです。この王道04は先ほどからブレードの大きさをコンパクトにしたことをお伝えしてきていますが、コンパクトにすることでラケット全体の大幅な軽量化というのが期待できます。最近流行りのスピン系テンションラバーや粘着テンションラバーは、まあ、重量が重めのものが多く、両面厚いスポンジのラバーを貼るとかなりの重さになることが多く、厚さをワンランクダウンさせたり片面を軽量なラバーにすることが多いです。ですがこのラケットは両面しっかり特厚のラバーを貼ってもかなり軽量です。ちょっと実際ラケットの重さを測ってみたいと思います。こちら王道04単体のラケットではそんなにめちゃくちゃ軽い部類ではないですね。 85g です。まあ、めっちゃ軽い部類ではないです。最近のタイプではまああの少し軽めかなっていう、特殊素材入りにしては少し軽い程度なんですが、まああのまあ、それ以上に注目してもらいたいのが、まあ、このブレードが小さくなったということで、まあ、ラバーの重量っていうのが
だいぶ軽減される形です。で、まあ、実際こちらに王道01があります。で、王道01はまあ攻撃サイズの、まあ、標準のラケットサイズに近いんですが、そちらに、まあ、王道04の貼ったラバー、まあ、太陽プロを貼ってるんですが、これをちょっと上からかぶせてみます。そうするとなんとこんだけブレードの大きさが違います。王道04がいかにコンパクトかっていうのがよくわかると思います。で、実際この分、うん、赤が今赤面が出ている分だけラバーが実際2枚分この量ないんで、一気に重量が軽くなる形です。じゃあちょっと実際こちらオード01に今水星 2WRM 特注を2枚貼ってるんですけど、この水星 2WRM 特注2枚貼った形で、まあ、どのくらいの重さかと言いますと 187g ですね。 187g です。オード01は 187g って覚えておいてください。で、今度はこちらですね、同じ水星 2WRM 特注の39度両面貼ってある、今度はオード04を貼ります。やってみます。ちなみにちょっと言い忘れたんですが、このオード01と04は同じ 85g という、同じグラムのラケットに同じ硬さのラバーを両面貼っています。で、オード04の方は 181g です。こちらは 187g、 オード01は 187、 でこれ 181g です。まあ、実際今測った限りだと 6g 違うことが分かりました。まあ、6g って結構大きいですよね。で、今最も流行っている高精度な重めのラバーのことを考えて、2枚両面貼ってもかなり軽量な形になっています。これはまあ非常に大きいことで、今の流行りの高性能ラバーに合わせたハイテクラケットになります。遠慮なく厚いスポンジを使えるラケットっていうのも嬉しいことかなと思います。子供の方やレディースの方にもこの軽量感あるラケットはまあ大きなメリットとなると思います。まあ、プラスアルファとして、まあ、一般のブレードよりも先端が短くなっているので、まあ、重心がグリップより手前寄りになり、まあ、実質、まあ、こちら、まあ、181g というグラムだったんですが、まあ、実質よりもちょっと気持ち、180g をさらに、まあ、標準の攻撃タイプから比べると軽く感じるようになっています。だから実質の体感的には 6g 以上軽くなっているという感じです。で、まあ、ラケット操作がまあそういうことによって、まあ、上がって、両ハンドの切り返し、そして台上攻撃で、さまざまな面で、まあ、操作性の良さっていうのが生きる感じです。まあ、単純に内側にカーボンということで、ラバーとの相性や性能だ、個性を描くだけを追求したラケットではなく、まあ、操作性の良い使いやすさっていうのもかなり意識した感じです。トータルバランス、そしてラバーのことを考えた非常に高性能なオード04になっています。おすすめできる選手は、スピン系テンションラバーや粘着ラバーを両面に貼りたかったけど重いと思って断念してた方なら、このオード04を使うことで、まあ、使いこなせます。スピン系テンションラバーの使用者が、まあ、オード04を使うことで操作性の良さ、そして現代卓球のことを、まあ、もっと覚えやすくなります。で、厚いラバーを貼りたいけど重くて我慢している方なら、このラケットを使うことでワンランク上の厚みのラバーを使うことができます。以上、大きな特徴3つになります。特殊素材で個性を描きたい方、そして、まあ、ラバーといろんなラバーで、もうラバーの組み合わせで失敗したくないと思っている方は、ぜひ使ってもらいたいですね。やはり、まあ、自分も使ってもカーボンの打球感のそのまっすぐ飛んでいく感覚がすごくなくて、擦るとすごい上に上がってくれるっていうことで、自分は大変気に入りました。まあ、私もカーボンのラケットって正直苦手だったんですけど、このオード04ならギリギリ合板の良さがあり、でカーボンの威力っていうのも両方ある感じです。なので、まあ、特殊素材ユーザーの方、そして合板のこだわってた方もオード04ちょっと注目してみてください。私自身ももう合板しか使えなかったんですけど、まあ、このオード04の、まあ、合板のその打球感残っている具合からすると、自分もオード04が使えてしまう感じです。まあ、個性をすごく描くので、まあ、粘着系回転系のラバーに非常に相性がいいです。そして表とか粒高にも結構相性がいいという話なんで、そちらはまあ今回はまあ発信していませんが、まあ、そちらのラバーも
まあ追って配信していくことになるかなと思います。まあ、とにかくラバー選びで失敗をしないっていう感じなので、まあ、王道04はある意味まあ結構ラバーを選ぶときに気が楽なのかもしれません。自分の好きなラバーをそのままあのラケットとの相性を考えなくてそのまま貼れる。今までですとカーボンが強いから、まあ、硬いラバーはちょっと難しいから柔らかいラバーにしようかなっていうふうに考えてた人とかいると思うんですけど、この王道04なら別にそのままこのラバーが使いたいってから、まあ、王道04を使うっていうことができます。だから王道04に好きなラバーを組み合わせやすい形です。だからそういう意味で神経を使うことがないので、王道04は、まあ、このラケット1本買えば、まあ、ある意味ちょっと楽かなという気がします。まあ、技術の方に集中して、まあ、練習ができる感じです。まあ、自分もこの王道04、相当高性能なので、まあ、驚いています。そしてやっぱりラバーを貼った時の重量の軽さというのがかなり魅力です。まあ、ラケット自体はそんなにまあ、めっちゃ軽いわけじゃないんですけど、ラバーを貼った時に、うわ、なんだこれ、すっごい軽いっていうふうに自分は思っちゃいました。で前でも両ハンドの切り返しとかやっぱりやりやすいんで、とっさのブロックがこうミドルのブロックとか遠いところのブロックとかもラケットがパッと一本出ます。なのでまあ早い卓球をやってる中で間に合いやすい、一本多くブロックができるとか、そういうまあ手が出るで、ちょっとかけやすくなる、そのちょっと伸ばす、今までだって当てるだけのそこをさらに伸ばす、まあ余裕が、まあスイングしやすいってことで、あのできるようになったりします。なのでそういうふうにぜひ皆さん、前陣での卓球、もしくは古戦を描きたい方、まあ、特殊素材の威力と、まあ、合板の持つ感覚、まあ、どっちも両立させたいという方は、ぜひ王道04を、まあ、絶対使ってください。以上、王道04になります。皆さんのご注文お待ちしております。ありがとうございました。